字小技とは、市区町村内の区画であるあざのうち、大あざを除くものにあたり、一筆コーチが集合したものを指す。単二次、あざ、あざなとも言う。これは、ヨーロッパにおける、コ区、にあたる。近世からの村、半間マ村が、明治の市町村合併によって、大あざとなり、これと、旧来からの字を区別して、障子と呼ぶようになった。 日本では、字は、伝派た、山林などの商名として、平安時代の荘園文書にも見られたが、大公建地以降制度的意味を持つようになった。所属する字は、土地一筆ごとに記載され、自負帳によって、字ごとにまとめられ、名寄帳にもあざ名が記載された。明治十二年、1889年頃の市政、町村制止工事、昭和年、1944年の、 戦時町村合併促進法施行時、戦後解消されたものもあまたあるが、影響は残る昭和28年、1953年の町村合併促進法及び昭和31年、1956年の新市町村建設促進法前後、そして平成11年、1999年の地方文献一括法の4つの時代に多く、 市町村合併が荒れたが、大技とは、明治期の合併によって消滅した江戸時代からの村々の名、区画をそのまま、新自治体が引き継いだもので、障子とはその村々の中の細かい集落や高地を指す、地名である。例えば、新宿市大技渋谷座池袋とあれば、その池袋とは、明治初年には渋谷村の池袋集落、または池袋高地といった具合になる。 例外もある。大技がその成り立ちから概ね地域共同体を単位としているのに対して、障子は田畑のような高地、山林、再装置などといった経済的な土地のまとまりを単位としていることが多い。例えば、諫早湾沿いの江戸時代以降の干拓で開かれた水田地帯では一回ごとの干拓で造成された単位が一つの小技となっている。またスイツ一郎は、 用水名と生地名の合致した例が見られることから、地が用水の統一体であり、用水に規制された工作の統一体であったと推定している。土地の権利関係を公示する不動産陶器においては、陶器簿上の一筆ごとの土地を生地単位に整理し、さらにそれを大技単位に管理している。江戸時代では村々、今の大技に当たるを検知する際、 検知庁一枚につき一つの小技をつけていたため、検知の行われた年度によって障子が変わっていることも多く、現在残っている障子名とかつての地名が一致するとは限らない。また当時の農民が通称していた、区名が起源であったりするため、文字表記が不明な場合も多く、カタカナで表記されることもある大掛け、愛知県知多郡竹と予町、和合の下地、以上、 東京都大島町先寺、神馬焼、愛知県豊田市稲部町など。あざち名への言及は、平安時代以後の文書に見られるが、太鼓県知以後普遍的に使用され、必要に応じて整理され記録されるようになり、近世における、村に、県知町、水町等に、土地一筆ごとの字が記されたものである。一方、近世からの都市においては、都市住民、町人による、 支援組織として、町が形成され、これが、明治期に、自治体内の行政区画となった。このように近世からの町を起源とする地域においては、自、障子が存在しない場合が多い。不動産登記における土地の表記、住民基本台帳における住所の表記などに、用いられる。表記の順序は、自治体、大技、障子、番地の順に並ぶのが通常だが、 例外も多い。公的な住所、所在地の表記においては、通常、字を監視、字と記されるが稀に、生子と記す地域もある。また、大技を排して、町の表記にしたところでも、障子を残している場合が多い。字を冠しないものもあるが、これは概ね以下の理由による。なお、町名という表記に対して、が大技、または町、 町目が小技であるという解釈も見られるが、ほとんどの場合、町目で一つの町である。町目が小技である場合もあるが稀である。例、愛知県岡崎市伊田町技一丁目、銅技三丁目、銅技四丁目など。都市部では、かつて小技が存在していても、区画整理事業や住居表示の導入によって障子は消滅していることが多い。 大技は住居表示実施後の町名に引き継がれることが多い。番地を小技ごとに基盤している地域では、地盤の識別に小技が必要であるが、大技ごとに基盤している地域では、地盤の識別に小技を必要としないことから、障子が存在していても、行政上廃止していることが多い。前者の地域の場合、新郵便番号制度においては大技に対して、 郵便番号を振ることが基本とされており、新型区分期では郵便番号番地をバーコードとして郵便物に印字していることから同じバーコードでも別の宛先となる例が生じる。一方、様々な事情により逆に小技が新設される例も稀にある。障子廃止の大きな理由としては、障子の境界線が複雑で必ずしも道で分けられていないことや地盤の付け方に 決まりがなく土地上領の順序につけられていることが挙げられ、住居表示の実施、町名、地盤の整理によって廃止されるケースもある。また、旧村の飛び地がお互いに入り組んでいることも理由の一つである。明治以降あざ名の整理されたところは多いが、桑原君のは、承知名とはいえ、あざ名は貴重な文化財であるから、その保存に努めるとともに、 消滅したあざなは収集し、記録に残しておくことが必要であると述べている。また、明治時代に整理された小あざの中には、番号、かな、実感、十二詩など、固有名詞でないあざ名となった地域も存在する。障子を住所の表記に使用する市町村では、障子の解消が行われることがある。平成22年、2010年1月4日に姿勢を、 施行した愛知県三吉市では、市政施行を機会に、市内に400以上ある小技のうち、次の3個字の名称を変更した。また、平成26年、2014年1月1日に、市政を施行した岩手県滝沢市では、市政施行を機会に、市内に200近くある小技のうち、次の2個字の名称を変更した。桜井住の説によれば、字は現在、 あざなあるいは、あざと読まれるが、人名の場合、あざなと同じように、あざなが、読みの原型で、字名も、あざ名ではなく、あざなと読むのとされる。尊名も、尊名ではなく、村名と読むのが近世では普通で、明治以降、大あざと小あざという用語が関連な法の制定により、広く使用され、大あざ、小あざの読みが定着したが、それ以前の、字名の読みは、あざなであり、 明治時代以降、字が、あざとも読まれるようになっていくに従い、あざなと読むことを明確にするため、名を加えて、字名と印刷物などでも二文字で書かれるようになったので、あろうしている。桜井澄夫の説によれば、字と共に使われる粉については、正字と同一であるという場合と小あざよりもさらに、細分化された地名のことを指す場合、近世集落を指す場合、江戸時代の 新編武蔵風土気候などに見られる例、江戸や京都の市内の町より小さい単位の地名を指す場合、橋や川などの名称を指す、つまり地名でなくとも小さな名称を意味する場合など少なくとも5種類はあり、多くの書籍はそのあたりを混乱しているとする。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。